それは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。猛獣地方第一のコミューンであり、かつての安住州南西部にある。かつて、ブルターニュの一部であった、ロワール・アトランティック・県や、ポワトゥーの一部であったドゥー・セーブル・県や、バンデ県とも接している。地元の建築物や文化遺産はこの地理的な、条件から強い影響を受けている。今日のそれは、 アンジュの他の部分と共に隣接するバンデにより大きく物理的に類似しており、ロワール川流域で見られる石造りの建物が見られない。しかし、これはバンデ戦争の間カトリック王党軍がそレを占領し、本拠地としたためで、混乱の時代にはそレはバンデの一部であったが、地元の人々はそレがバンデから 10km ほど離れているという地理的な 位置に固執している。県南西端に位置する。直線距離で、南都の南東 53.4km、アンジェの南西 51.6km にある。11世紀、それの名は、様々なラテン語の綴りで見つけられる。コリータム、カルタムカストルムである。そこから、二つの語源説が提案されているが、はっきり確定はされていない。第三の説では、 書レは森を意味する、ゲール語のコイルと、アルモリカでは、コエルトから来ているとする。ローマ人は、コエルトの最後の E の位置を移して、カリタム都市、さらにカリタム、コレス、カリートとなって、最終的に現在の書レに落ち着いた。1052年と1082年の趣味への特許状大長においても、現代風の綴りで記されているものが見出される。11世紀初頭。 安住博古くネラは、猛獣全体を手中に収めた。要塞が建設され、安住博に、忠実な進化に授けられた。1075年、アムランド・ショレが要塞を授けられ、その後息子のジャンに継承された。1092年頃にワラノー、そして息子マチューに引き継がれた。1150年代に、 マチューの息子アンドレが継承し、その後1169年頃にラウールド・ショレが継承した。ショレ家は13世紀頃断絶した。ギオーム・ド・ショレは、ラ・ポソニエール領主の娘と結婚し、この家系が1世紀の間ショレを支配した。城が再建された。14世紀初頭、フォードは、一族の主君である、シュミエ領主に改修された。その後、 娘の突起先である、モンタレ家に継承され、その後再び婚姻によって、モンジャン家のものとなった。1343年、フィリップ6世の命令によって、塩が国家の専売品となった。彼は塩に課税し、演税所を設置した。アンジュは、高等演税所が置かれた諸国の一つであり、16箇所の巡回演税裁判所及び演蔵が置かれ、 書類はそのうちの一つであった。ジャンド・モンジャンは、書類の土地を、アングレーム・ムハクジャンから遠ざけることにした。1463年、アントワネット・ド・メニュレに、書類を、再度売却したのである。数人の領主が、町の歴史を彩っている。書類公爵ルネ・バルジオ、ルネ・フランソワ・ド・ブロン、ボーボー公尺、書類公爵ガブリエル・フランソワ・ドルジェ、 ガブリエル・フランソワの栄誉を称え、街の中心にいるジェ広場が作られた。アンシャンレジーム体制下では、繊維産業が、街の発展を引き起こした。バンデ戦争の時代、ショレは恐ろしいまでの破壊行為を経験した。特に1793年10月17日に起きたショレの戦いである。この戦いを記念するモニュメントが、空港近くに建てられている。 ショレの赤いハンカチショレの繊維産業は、特に赤いハンカチで有名で、ハンカチの首都という名称を得るほどであった。作曲家、テオドール・ボトレルは、このことに触発されレムクワイアー・ルージュでショレという、シャンソンを作曲している。ハンカチの物語は、バンデ戦争に遡る。実際、1793年10月17日、ショレの大きな戦いには、 バンデ軍のデルベ、シャルルド・ボニシャン、ロッシュジャクラン、ストフレガ、共和国軍には、ボーピュイ、マルソー、クレベールとマインツ軍がいた。ロシュジャクランは、帽子をかぶり、部下に戦闘中でも認識できるよう、彼の胸と彼の脇には3枚の書類で作られた白い、ハンカチが差し込まれていた。共和国側の弾丸は確かにハンカチを標的に、定めた。 傷口を止血するためにこのハンカチのいずれかが使われたが、それは彼の血で赤く染まった。赤い生地に白いストライプが入った書類の伝統的なハンカチを確立したのは地元の実業家、レオン・マレである。19世紀を通じて、宝石工場、繊維工場、洗濯業が街の景観の特徴であった。いくつかの商人や繊維産業家の有力家系の 周辺では地下に設けられた工場で何千人もの職工が作業をしていた。19世紀終わりから、それて地方の繊維産業の機械化が始まり、最初に靴産業に導入され、職工の失業が目立つようになった。繊維産業は1950年代以降徐々に衰退していった。ミシュランに代表されるように、他の産業に転換された。 都市への変換が小さな田舎の町を、小郡町所在地に変え、主要な商業中心地に変わり、産業が多様化し、地域圏内における、なんとさんなぜえる人口集会に次ぐ、第二の労働人口を抱えるまでになった。しかし、町は、サービス業を欠いていた。飛び市のようになっていることも不利な条件だったが、オートルート87の開通の結果、 こうした傾向は減少した。1973年、隣接するコミューン、ドゥーセーブル県のピュイサンボネと合併した。ドゥーセーブル県との県境がこの時に変更されている。参照元1962年から1999年まで、人口の2倍カウントなし。1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降 IN、e、INSEE。 abc アエルオリジンル・ムクワイヤータイピックでショレブランアベックでレイヤーズ・ブルーエン2012ルスール・メチェア・ティッサー・フォンクショナ・ナントア・アショレー・エムーゼ・ジュテクスタイルありがとうございます